見てる？会いたいです。エレナだよ。うわー、こんな感じでさ、広い部屋がさ、取れるって幸せやなーと思って、なんかさ、大きい声出してもいいし、なんか恥ずかしいことも何でもないからさ、はい、じゃあ本題に行きましょうね。で、今香港にいるって多分あのみんなご存知だと思うんやけど、いつカナダに行くの、いつカナダに行くのってマジでこの1ヶ月ぐらいずーっと聞かれてるので、ちょっとはい答えますね。はい、やっとね、先週ぐらいかな、カナダのビザ、降りました。うわー、最高。本当にもう、やっとで話なんだよ。ビザが降りたっていうのも、ちょっと特別なビザなので、入国の時に、あのレターを持って行って、それでやっとその、本当のワーキングビザみたいなものをもらえるのね。申請したビザが、オープンワークパーミットというものなので、いろんな、仕事でも、例えば学校とかでも行けるような、そういうビザなのよ。事前に仕事とかいろいろ探さなくても、行ってから探すタイプなんで、今探してもビザ適用できるかどうかの仕事でもわからないから、仕事をまだ探してないという状態であって、いつカナダに行くってことじゃん。まあみんなまだ香港に行って一緒に遊びたいなっていう人も全然いるんだから、まあここで言うと思うんだけど、6月末までにはここに、香港にいると思うんで、今予定してるのが、6月末か7月あたりでカナダに行こうかなと思って、なぜならば、はい、問題です。前私すごく運が良くて何を当たったのでしょうか？答えはですね、航空券です。香港エクスプレスのね、東京と香港往復の航空券2枚当たったんだよね。で、やっと一昨日ぐらいやっと連絡来て、そのバウチャーもらったんだよ。バウチャーもらったから、あ、やっと飛べるみたいな感じで、2枚しかないから、まあ、家族3人で動くことが多くて、まあ、家族3人で一緒にまた日本にも行こうかなってなったんだけど、多分ママがね、忙しいのよ、仕事が。しょうがない話で、今回はパパ行かないことになって、香港から日本じゃん。だから結局さ、香港から飛ばないといけないって話になるから、6月末に行こうとしています。そういう話になってます。本当にね、航空券も取りにくくて、自分のバウチャー持ってでも選べられる日が本当に少ないんだよね。成田空港はもう全滅で、羽田だったらあるから、まあとりあえずあの日本には6月末ぐらいに行くと思いますので、まあ、日本の話はさておき、まあ、会いたい人は、はい、コメント欄かどっかで教えてくださいね。先輩見てる？先輩見てますか？会いたいです。いいですか？はい、6月末です。開けといてください。お願いします。会いたいです。はい、で、あのカナダの話に戻るんだけど、あの実はね、そのビザの関係結構ややこしくて、ややこしい理由が私にあるんだよね。香港出身じゃん。だけど日本に暮らしてた6年もあって、申請するときに日本に行ったんだよね。自分の住所とか書くときに全部日本の住所とか日本の電話番号とか全部入れたわけ。まあ、もちろんビザもらえるのよ、メールでネットでもらえるもんだからさ、問題ないんだけど、唯一ちょっと引っかかるものが、健康診断必要かどうかっていうのがあって、結構友達と同じビザを使って香港からカナダに行ったんだよ。結構何人か行って話も聞いたわけ。香港から行くと必要なのよ。その友達に聞いたので、友達が、自分もネットで検索してて、日本から行くとそういう検査って全然必要なくって、だけど香港から行くと必要なのよ。で、今微妙にさ、日本から香港一旦1ヶ月ぐらい戻ってきて、で行くんじゃん。だから、え、結局必要なのみたいな感じで、ちょっと今不安でもあるし、まあ仕事探すんじゃん、行って。でさ、仕事何でもしたいわけ。昔からさ、結構、まあ、長くわけでもないんだけど、ホテル業やってきたからさ、
ホテルやったらまあ無難じゃないと思って、多分心配することそこまでないと思ってるから、まあホテルにしようかなと思ってたんだけど、なんか結局違うことでもやってみたい気持ちはあって、だけど日本語を逆に使いたいのよ。英語は絶対使うからさ、日系系の会社でもいいし、あったらなんか皆さん本当にこのインターネットの力貸してほしいです。皆さん知ってるものあります？カナダでさ、日系系なんか JAL みたいな、そういう感じでカナダでも日本語を使って仕事できるみたいな、あったら本当に教えてほしいです。住む問題もあるんじゃん。一応家族、まあ、親戚の中でトロントに住んでる人はいて、まあ、でも逆にみんなトロントにいるから、友達もね、だからこそ他のところ行きたいし、おすすめのスポットとか日本人がめっちゃ暮らしてる街とか、まあ自分はねバンクーバーに行きたいって考えてるからさ、日本人が住む地域でどこ？みんな教えて、本当に切実に教えてほしいの。なんかそういうのも考えてから私は航空券を取りたいので、だってトロントとバンクーバーめっちゃ離れてるからさ、バンクーバー大好きわけ、本当に大好きだわけ。そのビザ降りた瞬間でほっとして、あー本当にカナダ行くんだみたいな、どうしようみたいな、どうしようもないんだけどさ、自分が選んだ道だからさ、なんかねえ、なんかみんなわかる？まあ、とりあえず今回はこういう報告なので、まあカナダに行きますから、日本にもちょっと行ってくるから、みんな会いたいから、マジでとりあえず言って、なんかねえ、とりあえずコメント欄かなんか何でもいいから、みんなのコメントマジでいつも読んでるよ、楽しくめっちゃ楽しく読んでるから、ありがとうございます。 DM とかも来るし、本当にいろいろありがとうございます。まあこれからもね頑張って、残り本校もね多分1ヶ月2ヶ月ぐらいあると思うんだけど、まあその分も楽しくお届けしたいと思いますので、じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。